どうも、お疲れ様です。今日はじゃあ今日はちょっと iPad 版でいこうか。よいしょ。おーおお、はいはいはい。2月4日の8時57分です。スマートニュースが届いてますみたいな。やべ、12時と切れちゃう切れちゃう。まあみたいな感じで今日2月4日、日記でございます。で、今日の、話のお供はちょっともうこれね、開けちゃってますけど、サントリー、金麦ですね。金麦エンジュリッチテイスティングリアクシングタイム、もうなんていうかわかんないけど、リッチモルト天然水の仕込みというところで、別にこれ企業案件のなんでもないんで、勝手に僕が説明してるだけです。 5% アルコールリキュールのやつですね。で、まあここら辺多分もう流れてると思うんですけど、まあ、ついたものがちょっと泡足りてないよね。しかもこれブレモールのガラスグラスだよねっていうところなんですけど、まあ気にせず、はい、まあそんな気にせず、今日もお疲れ様でした。すいません、お疲れでした。OK。 今日実は中学校の友達とですね、ビデオ通話、ビデオ通話しながら、まあ、お酒飲もうぜみたいな、話があってですね、まあ、いわゆる巷ではログイン、オンライン飲み会っていうものを、やるんですけど、まあ、離れた場所でも、まあ、ネットを通じて、まあ、スカイプなり Facebook の、ビデオ通話なり、まあ、ピアインなり、LINE のビデオ通話なんでもまあできると思うんですけど、まあ、家で、自宅で飲もうよ、つうことで、9時ぐらいですかね。だから今は何時だ？8時59分か。8時59分なんで、まあ9時過ぎてあと1分ぐらいか。まあ、このビデオどうしよっかな。回しながら、やろうかな。まあ、ちょっと、手前の、今、映ってないですけど、まあ、MacBook で、ちょっと、呼び出したいな。まあ、せっかくなんで、コラボレーションじゃないけど、できたらいいよね。っていう話でちょっと、考えてまーす。おー、やべやべ、電池ねえわ。やべやべ。よいしょー。この家結構配線がすごいんよなー。よいしょ。さてと。今日、まあ、つながる前にですね、今日一日あったことでも話しておきましょうか。今日一日あったこと大変でしたよ。もうまあ全部僕のミス、ほぼほぼ全部僕のミスなんですけど、まあ2月1日じゃない、1日じゃないか、4日か、4日なんで、まあ締め作業があるじゃないですか。支払いと請求とね、あると思うんですけど、その額が結構今月1月に限って結構忙しかったんで、会わなくて、なんか結構いろいろとやらかしちゃいましたね。っていうことがあってですね、結構僕も日中も結構胃が痛い思いをずっとしてて、ああ大変だなーと思いながら、自分でやらかしたなーと思いながら、全然こう既存の仕事が全然できなかったんですよね。まあそんな中、まあなんとか今日ジャンプ発売するから、ワンピースやるから頑張ろうみたいな、こんな心持ちでずっとやってました。だからまあ、今日はですね、久しぶりに胃が痛くなって、まあなんでしょう、あんまり楽しくなかった一日でしたね。まあ全部が全部面白いわけがないし、まあ僕結構今年に入って働きすぎてるっていうのもあるんで、まあどっかでちょっとペースダウンしないといけないんですけど、まあ働きすぎると良くないよな、あんまり、正直な話。うまいね、やっぱプレモルは。プレモルだっけ、じゃあ金麦か。金麦うまいわ。なんか発泡酒で全然いいよね、お酒の量って。あんまり僕お酒好きじゃなくて、実はまあこれなんだろう、なんで飲んでんのみたいなのになるけど、まあお酒があった方が居酒屋に来た気分で、なんだろう、向こうもリラックスできるかなと思って。あんまないじゃん、 YouTubeでお酒飲みながらさ、まあこれニコニコとかに近いのかな。ああ、そんな感じよね。どうしようかな、これ配信しようかな。
友達も友達の飲み会もそっちもなんか面白そう。まあ若干、まあ若干だけど、ほんと若干撮って、まあ3分4分ぐらい撮って、まあでもラジオもありだな。まあ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 、それはそれでちょっと考えよっか。で、まああと一つあるのがワンピースね。今日おもろかったね、今回の。なんだっけ、おそばマスクだっけ、サンジのブラックレイドのあのスーツ、あれかっこいいね。でもやっぱり一番びっくりしたのが、あの海岸に打ち付けられたビッグマム、あれどうなるよね。まあもうこれネタバレというか、コミックス読んでる人はまあもうここまで見ちゃったらちょっとあれネタバレになっちゃうんですけど、ビッグマムがあれ出てきたってことは何、あれでチョッパーが名付けるのかね。まあ記憶なくなったままこう海岸に打ち付けられてるってこと自体は奇跡じゃないですか。まあビッグマムって悪魔の実食ってるんで、まあここまで言うとビッグマム、カイドウの住む、まあ和の国に乗り込んできたんですよ。で和の国ってこう滝がこうあってですね、ここに和の国があったら、まあこうやって滝を登ってこう行くんですね、バーって。でまあ鯉がですね、あの滝登りをしてこうバーって行って、まあ、上陸するのがまあ主流の方法らしいんですけど、まあビッグマムをバーってこう行ってですね、ひょってこう登ってここまで行ったんですよ。ここまで行ったんですけど、まあ、ジャックじゃねえや、カイドウの、まあ、鉄車のキングってやつがいるんですけど、キングが、まあ、あの古代種のプテラノドンなんですよ。そっからブワーって来て、こうビッグマムのこの船をブワッサーンってこう、鯉とこう、鯉のつないでる線をプテラノドンがバッサーン切ったんですよ。んなら、鯉はハッチャーンになって、ビッグマムの船は滝からファーって落ちて、で、ビッグマムは水の中ブワーって沈んでいったんですよね。それが2週間前だったんですけど、どうなったんだろう、もう死んだのかなと思ったんですけど、やっぱ生きてましたね、マム。さすがだな。で、しかもまあただ生きてただけじゃなくて、記憶をなくすってあたりがちょっとミスなんですよね。これってつまり、いや分かんないですよ、やっぱ地球上最強生物のカイドウって言われてるくらいだから、いやビッグマムをこう味方に取り入れて一緒に戦うんじゃないですか。そしてまあカイドウを倒すってのは多分僕無理だと思うんですけど、まあ多分僕はずっと常々言ってるんですよ、カイドウ封印説、カイドウを倒すのは多分無理だと。やっぱこれはもうコミックスで読んでもらってる人はもう分かると思うんですけど、もう何回も自殺して、何回も拷問して、何回も倒そうとしたけど倒せなかったと。どうやって自分が死んだらいいんだっていう、自分の死に場所を毎日追い求めてるぐらい、まあ、変なやつなんですよね、趣味自殺っていう。そんなカイドウを、まあ、倒すなんて多分僕無理だと思ってて、ナルトの格図って分かりますかね、まあすごい変な、やつがいるんですけど、オロチマルのなんだっけな、あれ暁か、暁、オロチマルじゃねえな、ちょっと忘れましたけど、暁っていう集団の中に、まあ、格図っていうね変なキャラクターがいたんだけど、そいつは切っても切ってもこう再生していくの、バーって。そんなやつ倒せるわけないじゃん、だから封印したの。それでちゃんちゃんって終わったんだけど、まあ多分カイドウもそのパターンかなと思ってて、個人的なね。だけど小田さんってこの間ホンマデック TV 見たんだけど、ストーリーを徐々に変えていってるらしいんですよ。っていうのもやっぱファンの人が予想して、まあ、こういうストーリーだろうという予想の流れに乗りたくないらしいんですよ。だから徐々にこう変えていってるみたいな。まあだからどうせ僕らの予想は当たらないから、逆になんだろう、その路線行った、あれこんな路線があるって、まあちょっとそういうなんでしょう、まあ、僕らの裏の裏を行ってる路線があるとしたら、多分誰かがもう既存の路線当てちゃって、それを上回るアイディアを出して多分出してると思うんですよね。まあ何の話だっつう話なんですけど、まあ多分今後ビッグマムが多分僕はルフィの仲間になって、でまあうまいことカイドウとやっていくんじゃないですか。でカイドウを倒して、まあ倒すと封印か、でビッグマムが忘れた頃に思い出してまた怒るっていう、なんかパターンが若干ですけどこうイメージとして浮かびますよね。まあ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 、まあ、そんな感じで、オンライン飲み会いつから始まるんだろう。間もなくって言ってるけど全然始まる気配ないよな。まあ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 、あんまり僕もね、こうねえ、まあのんびりやってますけど、
まあ今のところ毎日4日か5日ぐらいですけどやってますよ。まあほんとね、誰も聞いてくれてないかもしれないし、見てくれてないかもしれないけど、まあこれ一応説明しとくと、まあ、僕個人用の、マイブームは無駄話っていう個人用のポッドキャストがあって、で今カイ TV っていう YouTube のチャンネルがあって、これ一応同時でもう同じものを、まあカイ TV は映像、マイブームは無駄話は音声で流してるんですね。でまあ今のところはこうやってね、ちょっと時間を短縮じゃないですけど効率化してこうやってやってますけど、まあいずれかは何かしら、ねやれたらいいかなと思ってるんですけど、まあとりあえずまずは続けるっていうこと、それが一番大事だと思うんで、まあそこは無理なくやっていってほしいなっていう感じです。なのでまあこれをまあ毎日見ていただいたら僕の一日がわかるんじゃないでしょうか。まあこれが世の中に広まるとは思わないです。まあおじいちゃんにこう近況報告するような感じで、まあこうやってリラックスして話してますし、まあ多分画面見てる人も多分もう3分ぐらいでもうフェードアウトされてるんで、ここまで見てる方はよっぽど変な人です。ないでしょ YouTube でお酒飲みながら話してる、ニグニグ動画とかのライブに近いよね。だからノーカットだし、まあほぼほぼノーカットだし、字幕もつけないし、まあこういう外出とかこういうのを大事にしてるんで、まあ日記はねこういう感じにして、まあ趣味の GoPro、 ちょっと GoPro 見せようか。うい、あいよ、なんかシールもねこんな感じで、ういやー、あいよあってですね、これが7ですね。これでまあ僕は結構タイムラプスとかいろんな角度の、うわもう画面汚ねえな、まあ画面シール貼ってないですけど、まあ撮っていきますよ。まあまあまあ、ちょっと僕結構今家の中グッズがめちゃくちゃあるんですよね。まあ明日からなんかこういう今僕の坊主の、おお映るかな、はいはいはい、スピーカーですね。うわ埃が埃すごいな。まあまあ、まあ、後で拭きますけど、まあ、こういうなんかグッズを紹介していきましょうか。なんか誰かのためになれば、日記で近況報告しながら、ねこんなん持ってる人います？よいしょ、 Mac でね、Mac Pro とか持ってる方とか、 USB-C でなんとカメラの SD とか、ほらちっちゃいやつとか USB-A タイプとか、ほらねこれもできるんで、これ便利でしょ。とかあとはどれだ、まあこれは別に驚くことないよね。ほらこれはだし、まあ一個一個どっかで説明していこっか。ほらほらっていうか、こう電気付き、なんか僕こういうガジェットが好きなんで結構わりかし買ったりとかしてて、これ GoPro のバッテリー2つ、よいしょ見えるかな、おいで、これは GoPro のバッテリーを充電する機械ですね。これとか何に使うか分かります？これ何みたいな、これ何って、これ正解はこれっす、任天堂スイッチとかこのコントローラー、このジョイコンっていうねスティックを充電するためです。まあまあおいおいちょっとやるやる詐欺になってますけど、あれですね、何でしたっけ、ゲームしてる姿とかそれも撮らないといけないですね。なんでまあ今日はちょっとこんな感じにして、まあちょっと友達とのオンラインもどっかで載せれたら載せます。なので今日はちょっとこんな感じで終わりましょう。また明日ちょっといろんな話聞いてください。よいしょ、明日火曜日かなんかの日だっけ。